こんにちは。こんにちは。こんにちは。第1回の、センターシールRの、ビデオを撮りましたので、公開したいと思います。よろしくお願いします。まあ、ちょっと 何も言いたいのかこれから撮るんだよね。これから、ちょっと熱心にやってしまう。そう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 。まあ、第1回なんで、ちょっといろいろと不備があるかもしれないですけど、よろしくお願いします。はい、お願いします。で、今日は、後ろにちょっと出てますけど、ネット MF みたいなタイトルが、ね、出てますけど、ちょっとこのネタが若干あるので、その話を交えて、していこうかなと思っています。はい、今日も IoT、はい。IoT、IoT じゃないですか。見えてる、見えてる、ね、僕ね、コメントになります。はい。よろしくお願いします。で、どんなネタがあるんでしたっけ？組み込みの開発で、まあ、C シャープを使うっていうと、まあ、今までドットネット、うんうん、マイクロフレームワークとか一択だったと思うんですけど、まあ、その後に、Windows IoT Core、まあ、ラズパリワークが出てきてるじゃないですか、そうで一方でじゃあドットネットマイクロフレームワークはちょっと収束気味だよねってあと一方リリウムっていうちょっと新しいコンパイル型なんか出てきてて、はい、まあ、そのあたり今ちょっとどんな状況だよねっていうのを、まあ、話ができたらな、その前に一言で言って、ドットネット MF とは何かみたいな一言で言うと、いや多分知らない人もいるんじゃないかなと思うんですよ。僕最近そのラズパイとか盛り上がってきたんで、なんかそもそもこの存在あまり知らないっていう人もいるかなと、一言で言うとどうなんですかね。その C シャープで書いたプログラムが、まあ、パソコンではなくて、マイコンボードで動くっていう感じですね。ラズパイじゃないのかな、まあ、ですけど、まあ、ラズパイよりももうちょっとこう、規模の小さいものっていうんですかね、OS が、まあ、ほとんど入ってないような、っていうところで、プロの動くものですよと、うん、まあちょっと、まあ、イメージもまだ湧きにくいかもしれないので、まあ、ちょっと話を先に進めますかね。で、ネット MF のその最近こう進捗というかですね、最近の動向というか、まあ、そのあたりからなんか話ができたらなと思います。そうですね。僕も、ドットネットマイクロフレームワークって実は、最近でもないか、そのバージョン 4.2 とか 4.3 とかそのあたりで、ちょっと触り始めたんですけど、その時には、まあ、いろんなボードがドットネットマイクロフレームワーク動きますよってやってたんですけど、最近はもう GitHub でもあまり更新がされてなくてですね、そうですね、あまりこう影を潜めていると、以前はコードプレックスでソース管理されてたんですけど、今はまあ GitHub に移行してて、はい、この NetMF の NetMF インタープリターとかですね、で、コミット見てみると、はい、セプテンバー2016年、2年はいかないけど、まあそうですね、1年半ぐらいちょっと更新アップデートがないなぁ、そうですね、で一周なんかでも、ちょっとコメント上がってて、これですよね、ディスコにああですね、ああテスト、そうですね。ディスコンじゃないよね、みたいなね。まあね。これ、ちょうど1年半前っていうことは、多分ドットネットコアが出て、で、まああれが今後どういうふうになるのかっていうのもちょっとあったんじゃないかなっていう気はするかなと思います。まあ実際はドットネットコアはちょっとでかすぎるんで、従来のそのマイクロフレームワークが担ってた部分に重ならないと思ってるんですけど、まあちょっとそういうこともあるんかなって気は勝手に僕は思ってるんですけど、まあ、あるかなと思います。なんかね、僕の感覚だと、まあビジュアルスタジオと連携してドットネットマイクロフレームワーク動きますっていうのは、まあ非常にうまく動いてる感じが、まあ、したんですけど、
まあ、昨今 の、うん、あのインターネットにつなぎましょうっていう、うん、あのあたりで、まあ、イーサネットにつなぐであるとか、うん、Wi-Fi につなぐっていうのは必要性が出てきて、うん、でそれがあのネット MF の中にも組み込まれましたと、うんうんはい、いった時に最大のこう辛いというか、うん、ところは SSL でつなぐってことですよね、うんうんうんはい、ネタのスタックを持ち込んで、はい、かつ SSL の仕組みをこう入れ出したところで、うん、こう多分ネット MF やってる方々がだんだんこう、うん、みたいな、うん、そもそもあのその ネット MF 自体があの組み込みなのでその外部リソースとの接続その要するにネットワークあの Wi-Fi にしろ有線にしろなんかそのドライバーの問題もあったんじゃないかなとは思うんですよ、うん、なんかメジャーとかそのチップしか対応してないとかあるんじゃないですかそういうことはなかったっけどうなんですかねもうちょっとあんまりラインナップ詳しく知らないですけどねやっぱりネット MF のコードの中見てても、うん例えば IP のスタックなんかは LWIP とか持ち込んでたりするんですけど、うんうんはい、ネット MF でうまく動かなくて、うん、でどんどん調べると、うん、その組み込んでる LWIP の新しいものだともう直ってるんだけども、うんうんくっつけた時のバージョンからも止まっているの で、 うん、うん、でなかなか苦しいとか、うんうん、なんかネットワーク系で苦しんでるっていうところは見えてる、うん、あなるほどね、うん、そうかまあなんかね、ラズパイとかだとね初めから Wi-Fi とかね有線とかつなげられるんである意味なんかあのは早すぎたちょっと当たり前かな、うんまあ、まあちょっと単純に比較はできないですけど、まあ、ちょっと早すぎたかなっていう気もしますそうそう感覚的にはその OS レスのところからこうどんどんこう積み上げていって、うん、その IO したりとか、うん、UART 通信したり、うんうん、でその、延長線上で、イーサネットにつなぐとかっていうと、うん、やっぱりこう苦しいような感じがしてきて一方で最近 の、 あのメトコアみたいな、うん、要はユニックスのソースからそのポーティングに持ってきてるってなると、うん、やっぱり今までの積み重ねが大量にあるので、うん、まあ、 あの安定してるっていう、うん、アプローチの仕方がやっぱりちょっと苦しい流れかな、うんうん、今ちょうどそのドットエントコアがそのマルチプラットフォーム対応っていうことで、まあ、頑張ってやってるわけなんですけどまあ、その一方でそのいわゆるこの MF に対応させるようと思うターゲットってものすごく小さいデバイスじゃないですか、まあ、今日もちょっとねあの手元にあるのが、まあ、こんなようなのありますけどなんかこういうのにそのドットネットコアそのものが動くように移植できれば、まあ、一番ベストだと思うんだけどもだからいかんせんあっちもコードベース結構でかいので、まあ、なんかちょっとそういう意味ではなんか住み分けが実はなんかできてしかるべきなのかなっていうふうにあの僕自身は思ってるんですよ。でないとあの こういうのの上でいきなりその Ubuntu だとかなんか Linux まず動かしてみたいな話になってしまうんですよね。なんかちょっと現実的じゃないかなみたいなのがあってだからまああのなんかもっと簡単に動いてほしいよね。でドットネットマイクロフレームワーク更新がないけど進捗どうなのみたいなのはずっと思ってたことなんですよね。なんだろうなそのパソコンが小さくなって動くっていうのがなんとなくラズパイ、うん、あそう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 、うん、それよりももうちょっとその、うん、なんかアルディーノみたいな、うん、そうそうその LED がつくとか、うん、モーター回るとかってすごくシンプルなものを、うん、それをあの C シャープで開発できるっていうものがやっぱりちょっと、ないなっていうのが、うんうん、そうまあそれがあのドットネットマイクロあるかなと思うんですけど、まあ、今のような流れでちょっと止まってるかなと、うん、一方であのドットネットマイクロフレームワークの GitHub のところにあるそのリリウムっていうプロジェクトも立ち上がってまして、うんはい、ここに、はいありますね。ありますね。はい。はい、そのネット MF のその先はこのリリウムじゃないかみたいなところで、うん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 、ちょっと見ていたところなんですけど、はいはい、これもなかなかこう、はい、あの立ち上がってこないと。そうですね。うん、リリウムはまあ開発技術の問題もあるかもしれない。でもあれじゃないですか。結構あれですよね。なんかフォークもされてるし、スターもついてますね。でも、ピューって。スター生えてないみたいな。そうですね。あの、なんていうんですかね。ネット MF は、いわゆるインタープリタ型で、うんうん中間コードを逐次解釈しながら実行する。はいうんまあ、いわゆるあの、ループしながらスイッチ分で分析するみたいな、ちょっと大雑把に言ってますけど、なんですけど、リリウムは、その IL を、コンパイルして、
で、ターゲットのネイティブのコードに落とし込んでからマイコンに焼き込むっていう格好なので、うん、はい、スマホでいうとこの、 あの AOT に相当する、うん、あ、そうですね、そうですね、まあどっちがいいかっていうのはあるんですけど、 AOT の場合あれですね、バイナリーがでかくなる可能性があって、まあその一方でネット MF だとランタイム自体がでかいみたいな話があるので、うん、まあまあ一応一旦あるかなと思ってるんですけどね。アーキテクチャ的には戦うところですよね、うん、その、うん、結局 MSIL が、うん、ダイナミックに動的に型とか取るとかっていう動きもあるので、その部分を生かすならば、うん、あのプリコンパイル型できないみたいなところもあるんですけど、まあリフレクションとか使ったらね、それはあの AOT 技術全般で言えることなんで、あのスマホでもそういう制限はあるので、まあそれもちろんそうですよね。多分なんかベースはそういうところ出てくるんでしょうけど、いやもう純粋にこうホビーとして、うん、要はそのアルディノみたいなものをやってみたいけど C 言語書けなくて、C シャープができるとか、ね、もしくはビジュアルスタジオ使いたいとかね、うん、そういうところでねやれるというのは思いますけどね。というわけでそのネット MF に上がってるその、まあ、従来の、うん、ネット MF インタープリター、はい、まあ、ネット MF っていうのもちょっと止まってます、はい、うん、リリーフも、うん、まあ、ちょっと残念だったなって言ってて、じゃ あ, あのマイコンローズで動かす C シャープのものって、うん、じゃあ一体何なのって思いきつくんですけど ね、まあ、今パッと選択できるのはあの Windows IoT Core、うん、ああそうですね、まあ、ちょっとイメージ違いますよね。またこれどっちかっていうと、あのラズパイ の, あのラズビアンとかウブンツだとかそういうのに 対比されるというかですね、まあ、OS がそもそもあるっていう話なんで、そうですね、またちょっとイメージが違います。まあ、Windows 10 OS のなんかサブセットが動いているというようなイメージですよね、うんうん、対応するボードもまあいくつかはあるんですけど、うん、まあちょっと先ほどの話の中でパソコンが小さくなったっていう感じなので、うんうん、そうですね、なんかマイコンが大きくなったじゃないですか、うん、そういうスタンスがちょっとないので、そう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 、うん、まあラズパイ自体はね、あのなんかものすごくその存在意義はあって、そのまあ教育向けっていうことで作られたということで、うん、まあ、それはそれでまあよくわかるんだけど、その一方でなんかこう IO を制御したいんです、その結果をおにょおにょしたいんですみたいないうところだけにフォーカスしてる分には、なんかラズパイはちょっとでかいあのでかいってその物理的な大きさもそうだし、あのなんていうかシステム的なその中で Linux を置いてますよね、まあ、要するに何でもできるって話なんだけど、ちょっとでかいよね、いろんなことがでかい、まあ、ここからなんですけど IoT コアなんですけど、そうだっけみたいな2つちょっと気になってるところあって、うん、あの1つはやっぱりその自分が把握してない部分が大量に入っていて、かつ今の Windows IoT Core だと、うん、あの自動アップデートが定期的に走るじゃないですか、うん、なのでまあこう組み込み用途でポンとつけてるんだけども、うん、今ですと更新がパンと一度で走り出すと、うん、やっぱり20分か30分ぐらい止まって、うん、でリブートしてなので、うん、一瞬なんかあれ自分のデバイス壊れたかなみたいな、ちょっとそのそれつらいですね、うん、あともう一つはそのまあ先ほどのエルチカなんていうのはね、うん、やっぱりこう入門用として取っかかりでね、うん、動くって楽しい体験ができるんですけど、うん、そのエルチカをするまでに、うん、そのあくまで Windows IoT Core って UWP なんで、うん、UWP のそのアプリケーションのフレームワークの中でのエルチカのコードを書かなきゃいけなくて、でそこにたどり着く説明が何ですかね、メインの感想の中に 2,3 行でとかっていう、そういう説明で済まないと、うん、そうですね、そこでですね対応対比させるとすると、うん、あのアルディーノの場合、あのアルディーノの開発環境というか、まあ、あれインストールして立ち上げるともういきなりなんかエディターがあって、でそこになんかメインのひな形もあるので、そこになんかエルチカのこうパパって まさに2行書き加えるだけみたいな、でその目の前につないでるそのアルディーノのそのあのボード上で LED に光らせれますっていう、そのなんかお手軽さっていうのが、まあ、お手軽、物理的にお手軽ってこともあるけど、その間に挟まってるものは ほぼ何もないっていうのが直感的に分かるというか、うん、そこが結構その
IoT をやりたいっていう人向けにはなんかちょっと違うというか、分かりやすい。 IoT 工でセンサー取ったデータを出したいんです、うん、あ、分かりました、まずダブル書いてて、うん、そう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 、そこはねちょっとね敷居高すぎというかピンとこないじゃないですか。なんか結果的にそのやってそのチュートリアルに従って やれば確かにLチ化するんだけど、なんかちょっとで、うん、まあ光ったけどみたいな、あんまり直感的じゃないというかね、なんかそういうところはねずっと気になってたんですけどね、なんかもうちょっとこう 下っていう言い方よくないですけど、その要するに ハードにリーチしやすいようなそういうアーキテクチャのものがなんかあると、その教育っていう意味でも分かりやすくていいかな、うん、パソコンがハードにリーチというよりは、うん、なんかハードシンプルなハードで、うん、C シャープで動かせるものがあるよね。そこから必要であればビルドアップしていって、うん、場合によってはこうじゃあパソコン使いますとかって切り替えると、うんうん、そうそうそう、ね、そう、ね、まあなかなか無理難題な話ですけどね、まあ分かってはいるんだけどね、 C シャープにこだわるのかなそう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 でもまあね、まあまあ、うん、いやでちょっと前まではそうだったんですよ、うん、だから結局なんかあの これね、そうそう、ハードウェアコントロールできれば基本良くて、あんまりなんかこうあれじゃないですか、その結果を例えばセンサーでにあの得られた結果をそのままダイレクトにインターネットに流すとかそういうことを発想しなかったけど、ラズパイが出現して IoT が盛り上がった結果、それをやりたいって人がワンサと出てきた、うん、でそこで初めてなんかそのもうすごく上の方の概念ともうすごく下の方の概念をどうやって結びつけるかっていうところで、うん、なんか咀嚼が起きたかなみたいな、うん、っていうのは思ってる。それをあの上寄りに寄せたのが ラズパイで、まあ、それはそれで成功してる、うんうん、じゃあで、うん、でそうで今までの話はまあなんか前振り的な、ね、そう前振り でちょうど今画面に出てますけど、うん、今日の話のメインは対人 CLRO です、うんうんうん、何ですかこれはみたいなね、まあ、名前が何となく表してるけど、でもまあちょっとどんな感じなのかな。そうですね、実はネット MF の、まあ、中の部分も、うん、あのタイミー CLR って呼ばれている部分があって、うん、まあ、それとちょっと同じ名前なんでちょっと混同しやすいんですけど、うん、でこれはあの今、GHI エレクトロニクスという会社が、はい、ネット MF がまあ今後というか、今、うん、あまり進捗がないので、うん、分岐して自分たちで、うん、うまく動くようにしようぜと、なので取り組んでいます。GHI エレクトロニクスっていうのは、そのワンモードのコンピューターを作ってる会社。あ、そうですね、そうですね。日本ではあまりこう使われてないんですけど、SOC とかこういうなんかマイコンの、はいはい、あ、こういうやつですね、こういうなんかモジュールみたいなのをやってる会社で、はい、で、まあ、今っていうのはちょっと学習できるようなボードも作ってみました。これなんか分かりやすいですね。こういうそのチップ単品でも売ってますし、はいはいはい、まあ、アルディノと同じようなコネクタを乗せて、うん、まあ、教育用に使います。まあ、こういうラインナップを揃えたり、あとですね、ああ、チップ単体でも売ってるんですね。そうなんですか。あ、そうなんですか。はい、うん、っていうメーカーです。で、こちらはここのメニューにもある通り、まあ、ドットネットマイクロフレームワーク非常に力を入れて、うん、まあ、やっているわけですけども、うん、まあ、GitHub 法上がまああまり進行しないということで、うん、どうやらやりだしたみたいな。で今その、タイニー CLR OS っていうのが、うん、まだアルファ版、はい、非常に、はい、データに向いてるアルファ版なので、はい、まあ、ちょっとこのホームページ上の文章もいろいろと変更が発生してるんですけど、はい、まあ、今はこの DocsGHI エレクトロニクスのところに、まあ、タイニー CLR の、資料が一応上がっている状態になっています。はい、こちらだとよく見るとですね、
そのコントロールできるのが、うん、まあ、GPIO、UART、SPI、アンセキュアシートで、まあまあ、よくよく見ると、うん、イーサネットがないですね。お、はい、先ほどちょっと私も違って言った通り、うん、まあ、そのあたりは危険だぞ的な、うん、認識しているようで、ああなるほど、まあ、ちょっと直接話すことないんですけど、きっとですよ、うん、きっと、うん、はい、そのイーサネットにつなぎたい場合は、うん、UART とかアンセキュアシの先にイーサネットモジュールつけてやってくださいっていう感じで、そのオフロードするような考え方じゃないかなと思います。ネットワークのスタックはあるんでしたっけ？例えば、まあ、I2C バスとかの先につけたとして、そいつをコントロールできるような、そもそもその TCPIP のプロトコルスタックみたいなのは、まあ、ドライバーとは別にあるのかなっていうのはちょっと。最近のデバイスは持ってるの多いですね。あ、そうですか、はい、なんで以前は全部ソフトウェアで、うん、IP のパケット分析とかやってると思うんですけど、はい、うん、今は割とその CPU の負荷を下げるとか節電目的で、あ、そのあれですね、イーサネットのモジュールというかデバイス側の方で、そうです、そうです、あ、そういうことですね。あ、なるほど。まあ、便利な CPU としてはそのUDP でこれ送ってって渡せば、あとは勝手に用意しないんですよ。そうですね、そんなにいいかもしれないね、あいつ C 的なね。なので今このリストアップされてる機能のところにも、うん、イーサネットっていうのは、まあ、今の時点では入ってない、うんうん、なるほど。なんとかなんか そこまでだったら、なんとかなんかな、あいつ C のコントロールするためのなんかクラスとかがあれば、なんかそれ経由で、まあ、いい絡みでもないそうです、ね、うん、なるほど、はい、というものが今ちょうどアルファ版で、バージョンが 0.5? 0.5 っていうのが7月、うん、ああ彼らの見解で半分ぐらい、はい、非常にアクティブに頑張っているものがございます。ちょっと興味が湧きました。湧いてますよ。湧いてます。で、これをじゃあ実際どうやって、あ、そうですね、僕らの手元で動かすか、動かすかみたいな話ですね。で、このタイニーシリアル OS を、まあ、今提供しているのはこの GHI エレクトロニクスです。うん、でこちらは、まあ、さっき見た通り、ハードウェアも売ってるメーカーなので、うん、っていうことは GHI のハードじゃないと、うん、読めたところがあると思うんですけど、うん、今ですね、こちらのちょっと見にくいですけど、はい、左側にあるとおり、うん、フェズ、うん、STM のディスカバリー、ネット D のクエイルっていうか、はい、僕ちょっと下の2つは知らないですけど、クリックは今名前だけ聞いたことあるかな、っていうもので一応動くというような文章になります、うんうん、一番上のフェズは、うん、これがJHI エレクトロニクスが出しているこのシリーズの、うん、はい、でSTM32 のディスカバリーはこれと STM というメーカーが、うん、まあ、あとチップメーカーが出すものですね。うん、というように、ね、で、そうですね。で、日本で、まあ、入手しやすいものとしては、うん、まあ、このリストの中でいうと、STM32F4 ディスカバリーですね。今、ちょうど持ってきますけど。うん、こういうやつ、うん、そう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 。これね。うん、そうだ、であるとか、うん、あとネット D のも一応手に入ることは手に入ります。ネット D のはこういうもんですね。まあこんな違いはないの。ネット D のは僕は初めて見ました。ああ、そうですか。うん、ただネット D のはですね、うん、今だと、あ、これ今日 2プラスと3を持ってきたんですけど、はいはいはい、その3しか今販売されてなくてで、はいはい、で、スイッチサイズさんから買いました。1万円ぐらいなので、はい、ちょっと高い、うん、なるほどね。高くてもいいですね。まあ、これ使えるですね。 Wi-Fi、 はい、あ、ただこの、タイニーシリアル OS で Wi-Fi は使えないですね、うん、なるほど。ハード的には乗って、まあ、名前の通りあれですね、拡張ピンがRDE の互換に、そうですね、で先ほどの、STM32F のディスカバリーが、大体3000円ぐらいで買えるので、うん、これね、そう、この間秋葉に寄った時にちょっと見たんですけど、安い。あ、そうですね、これいいの、こんな値段でって、そのすぐ横にね、某ザイリンクスマンのジン
あーオーダーで2万5千円だったか3万だったかなんかもするなんかえなんか桁違うんじゃねえのみたいな、うん、なんか、うん、ちょっとあいいよねこれみたいなちょっと思いました。普通のタイニーシリアルボイス自体は、うん、コーテックスの M4、うんまあ、特に STM この JTLFS しか出してるのは STM32 なので、はいはい、STM32 のコーテックス M4 であれば、うん、動く可能性が高いと、うんプロジェクトこのタイニーCLRのプロジェクトとしてはコーテックス M4 を今のところターゲットにしている。そうですね。で、はい、かつそのじゃあ世の中一般にあるコーテックス M4 ベースのなんかチップを使ったマシンの上で動く可能性があるってことですよね。まあちょっと各デバイス、ああちょっとね実はあまり読み切れないところですね、はいはい、ちょっと話が急に深いところなんですけどポーティングの話、タイニー CLR の、 そのソースが GitHub で公開されてるんですけど、はいはい、このタイニー CLR ポーツっていうところになりますと、うんうん、で、こちらにこう見ていただくと、うん、ターゲットのところが STM32 F4 しか、うんまあ、今用意されてないであるとか、はいはいはい、実はこのコアの下に、タニシエラーのコアをぶち込むんですけど、うんうんはい、でここはソースが、GTI からは提供されてなくてですね、はいはいコンパイル済みのドットリブっていうファイルが提供されてるんですね、はい、ちょっと別の場所から提供されてるんですけど、はいはい、でそれが、コーテックス M4 用のリブしか今配布されてないので、うんうんうん、そこの中にあれですよね、そのデバイス依存のバイナリーコードがあるかどうかですよね。で、うん、なんで、リブは、ターゲット M4 でコンパイルしているので、うん、M4 じゃないと動かないのがあると思うんですけど、ポーティングに関しては、このターゲットの下に、うん、こう結局 IO 系が全部関数でラップされているので、うんうんはい、で、ここを自前で書けば、なんていうんですかね、CPU は M4 縛りじゃないと、今はちょっと難しいと思うんですけど、ペリフェラル系が違うものは、うん、自分でこう、はい、コード書けば対応が取れる。これね、今僕このリポジトリ初見で今見せてもらったんですけど、めっちゃ分かりやすい構成ですね。要するにネット MF のソースコードめちゃくちゃでかくてです ね、 ですね、どこをいじれば移植可能なのかよく分からなかったんですけど、これだともう要するにこれのこの今 STM32F4 になってるやつの、その自分がターゲットにしたやつ作り、で今ここに転がってるソースを少なくとも自分のデバイス向けに移植すればそれで移植できる可能性がある、はい、まあただし、ね、コーテックス M4 ベースじゃないと多分ダメだけどっていう話ですよね。シンプルになってるのが先ほど の、 M4 縛りだっていうところが最も影響してて、うんうん、通常ですとこの下に、通常ですね、ネットMFの場合だとこの下にわーってコードがあったり、うんうんうん、その外部のソース、うん、その LWIP とか、はい、暗号化とか、あの辺のもわーって入ってて、うんうん、で、ネットMFビルドかけると大体30分ぐらいかかるんですね。ただしこちらは、その事前にリブで組み立てていて、うんうん、ポーティングの部分だけうまいこと分離しているので、うんうん、先ほど言われたように、うんこのターゲットの下のコードを書くのと、うん、もう一箇所ですね、うん、デバイスの下にデバイス依存の定義ファイル、はい、基本的にはデファインですけど、はい、とメモリーマップを、うん、これを用意すると、これビルドが1分ぐらい、あ1分ぐらいビルドすればターゲットが出来上がる、はい、でなんで自由度はないんですけど、うん、これタイニーシーラルオースやってる方々はポーティングにはすごく気を使っていて、うまいこと分離してるなと。素晴らしい、素晴らしいですね。これはなんかこれを知ったらおっとか思う人は出てくるかもしれないですね。なるほど、うん、いいですね。一方でちょっと現在まだアルファ版なので、はい、このデバイス依存のその定義ファイルなんかの書き方、うんうん、何をどう書くとどう振る舞うんだっていったあたりの資料がまだちょっと追いついてないので、それが面白いと思ってやめちゃうんですだってあれのことかねなるほど、はい、という感じになってます。でちょっと話が前後したんですが、はいはい、今すぐ試すのであれば、うんここにあるような、映ってますかね、ここにあるような、うん、ラインナップのものになります、はい、で
ただちょっと分かりにくいだけですね、ポーティングのところを見ると分かるんですけど、これポーティングのリストを見るとですね、STM32F4 のディスカバリーがないんですね。はいはいはい。分かりますかね。あれでさっきのは、でさっきのドキュメントの方には STM32F4 ディスカバリーがあって、選ぶとですね、まあ、F411 とか F407、結構今回見て F407 なんですけど、F407 は、フェズのボードと一緒だぜみたいな。本当？本当かね。本当かね。あの辺はなんかいかにもアルファ話だな。なるほど。なのでその実際に手間をかけずにとか、もう充実したサポートを受けてやるのであれば、今であればフェズがやっぱり充実されちゃう可能性があるので。で。まあ、入手しやすい、まあ、安いディスカバリーであるとか、まあ、若干高いんですけど、まあ、入手ができるネットディームみたいなのは、まあ、若干茨感はあります。チャレンジできるか、まあ、なんかそういうので動くとすげえ嬉しいんですけどね、動いた瞬間がね、ああ動いたっていうのはね、なかなか楽しいんだけど、なかなかね、苦しいですね、そうかというのが実情。ちなみにまあ、ボード詳しい方はこの STM32 のディスカバリー、これが大体30ぐらいで、いやちょっと待てよと ST マイクロさんから、このニュークレオっていうと、まあ、見た目にすごい似てるんですけど、これ何が違うんですか。これ一応載ってる周辺系のものが、こっちがちょっと多少余分にあります。でこのニュークレオで動いてくれたら、こちらだと2000円弱で購入できるので、さらにすごくいいじゃないかってなるんですけど、まあ今 GHI さんが書いてる文章の中では、このニュークレオは直接は書いてないですね、これで動くと。ただフォーラムとか見てると一応動かしてる方もいます。で最大のネックがですね、実はもう分かってますけど、最大のネックが見てちょっと出てきて分かりますかね。USB のコネクターが、このディスカバリーは2つあって、ニュークレオは1つしかないんです。ここが、それはディスカバリーはUSB のホストになれるってことですか。こちら側のデバッグ用のポートになってて、で、そうです、ホスト OTG の、OTG USB の機能が下に出てるんですね。で、今、GHI の方から出ているその、タイニーシエラロイスの、バイナリーがこの直付けの OTG USB 側で、ビジュアルスタジオと通信するっていう過去なんです。なるほど。なのでじゃあある程度デバッグしたいと思うんだったら、やっぱりディスカバリーの方がプログラムを入れるのにも、要は、ビジュアルスタジオ上で C シャープでコード書いて、ビジュアルスタジオから、USB 経由でここのファームに書き込むんですけど、その段階で下の口から行くので、こっち使う場合どうするんですか。こっち使う場合はですね、これに後付けで USB コネクタを足すんです。足せるの。あでもそういうランドがあるわけじゃなくて、このああそこから出してってことね。ああそういうことね。あそれは何、部品はいらないの。その必要ない、ね、コネクターだけでいい。コネクターだけでどうもいけるみたいな。あじゃああれですね、なんかUSB のメスがついてるちっちゃい変換基板とかで、ああ そ, それでやってるっていうのが上がってますね。なるほど。まあ本来ならこっちでね、そう。で、そういう質問もいくつか上がっているので、もうちょっと時間経てば、やれるようになるかも。いいですね。なんか、そうですね、ネット UFF の、そうか、ネット UFF 自体の開発環境も、昔だと、揃えるのが大変だったりとか、まあ、ちょっと高いっていうのも、まあ、その頃まだ、ラズパイとかも、なかったから比較の対象も微妙ですけど、のから比べるとこれが圧倒的にいいですよね。なんかその秋葉とかに行ってフラッと買ってきてやろうかみたいな感じになりつつある感じで、いいですね、いい感じします。ああ面白そうですね。なんか
しくなってきたなどんどん、まあ、あのデバイスが増えていく、なんで今だとちょっと、その USB のコネクタ2つつけなきゃいけないとか、なんていうの、実際にビジュアルスタジオのソフトポンと入れてボードつなげば動くわけじゃなくて、ボードの中にブートローダー書き込んで、で第二シエラの OS 書き込んでみたいな、いくつか手間がかかるのでサクッとはいかないですけど、ただ環境さえ作ってしまえば、まあ触ってる感じでは全然トラブルです。今現状の、まあ、ディスカバリー対象にしたとして、まあ、現状のそのなんかとりあえずやってみるかと思った人向けのなんか手順みたいなものはどこか。ですね、私のブログをそうですね、この間、そうですね、アップデートもしたんでしたっけ、なんか。はい、そうですね、松印って有名なブランドですけどここじゃないですねで、あの今ちょうど3つ記事上がってるんですけど、うん、真ん中、はい、タイニーシエラロイズ環境構築方法ということで、本当に最近、うん、はい、アップしております、まあ、先ほどちらっと説明した、あのファームウェアを入れなきゃいけないとか、うん、まあ、それ以外にもビジュアルスタジオ拡張とデバイスの中にいのが一応画面書をつけて日本語で書けます、はい、うん、いいですね。ちなみにその今アルファ版ということなので、うん、実はこれ、ブログ書いたのが23日 で、うん、で今日が、29ですね、はい、なんですけど、この間にあのリンク記をいくつかすでに残してたのであのちょっと機能とか修正してます、はい、なかなか、どこは、まあ、まだちょっと発展当時だと、まあ、向こうもきっとなんかそういうドキュメント類とかきっと整理したかったんじゃないですか。そうですね、そうですね、本当に活気がある感じですね、うんうんうん、いいですね、いいことだと思います。なるほど。ちなみに松印さんはこれを使って何か具体的な何かをしようとしてるんですか。いや、そういうわけではないんですけど、ゆるちかエレチカはね、ちょっとね、できたので、先生実は。デジタル出力ね。うん、はい。エレチカできました。コーディングはボードは、ディスカバリーだと LED がボード上にも載ってるので、はい、ここでエレチカできました。で、コードは、まあ、Cシャープですね。どんな感じ。ただ C シャープで、これあのベースが DTMF の 4.4 なので、はい、あのユーザブル P に格好が合わせてあるんですね。あ、そうなんですか。はい、ちなみにあのネット MF の世代、まあこれもネット MF だけど、まあ、前のネット MF の時って、はい、CLR 的には何か制限がなかったんですよ。なんか。あのイベントがジェネリックとか。ジェネリックもなかったんですよ。はい、ジェネリックなかったです、ね。それはどうなの。多分変わらないと思います。ちょっと確認してないですけど。そうですか、うん、最終的には今のその、まあ、今のと比較するとあれですけど、今の C シャープでいうところのどんな大きなフィーチャーがあのネット MF 上では使えないっていうのはあります。代表的なものってあります。いやあんまり気にしたことないですけど、ね、うん、まあ、今のジェネリックとあと何が、まあ、ライブラリはね、リフレクションというのはダメですね。リフレクションはダメ。でもスレッド使えるので、あ、スレッドは使えるんですか。はい、スレッド使えるので、そうですか、はい、それなりのメリットは、はい、エイシンクアウェイトとかいけるんですか。あ、わかんないです、ね、あ、でもダメ、ジェネリックダメだからダメですね、はい、まあちょっとあの構造的に複雑すぎるんで、この世界が見る、そこだけ難しいってことなんですよ、うん、その要はこのボードで要は動かすのに対して、うんうん、そのドットネットの、うん、全てのものを取り込むスタイルで進めるのか、うんうん、そうではなくて、うん、あくまでこうエントリーレベルとして多少機能制限は捨てるけども、まあ、バグらない、うんうんうん、安心して使えるっていった時には、うん、僕は後者の方がいいかなと思いますけど、ね、
まあ、それに結局それで移植性を重視して出来上がったものがドットネットコアなんで、もう花から これに入らない、まあ、もうすごく頑張れば入るのかもしれないけど多分入らないので、まあ、ちょっとあれですよね、そういう意味ではなんかそれでもし仮に一生懸命移植してドットネットコア動いたとしても、で何がやりたかったんだっけみたいな話になると思うんで、僕はこうネット MF はネット MF でいいところついていくかなと思うんですけど、まあ、ただなんかこう既存 の例えばドットネットフレームワークが Windows とか今のドットネットコアとかイメージして、でドットネット MF に入ってくると多分そのあたりこれもダメなのみたいな感じになったりすると思うんで、うんうん、まあ、そのあたりはなんか割り引いて考えた方がいいかなと思います。多分それをどんどん盛り込んでしまうと、うん、結局ね、そのデスクトップ PC の小型版っていう、うんうんうん、そうそう、そこまでやるんだってね、うん、ラズパイでね、ついこの間もラズパイでドットネットコア動いたみたいなのをツイッターで流れてたけど、うん、だけど、まあ、まさにそれで、まあ、そっちはそっちでそういうふうにやればいいんじゃないかなと思います。というわけで、第1回このあれですね、ディスカバリーキット STM のディスカバリーキットを使ってドットネット MF の移植話が進行しているよという話で、なんかちょっとだいぶ変わっちゃいましたね。まあそれもあるし、なんかもうちょっと掘り下げたいなっていう気はするかな。例えばなんか行動的にどうなのかって、まあ、今ちょっとちらっと見えたけど、うん、まあ、L 地下の話はブログ見てもらえれば分かると思うんだけど、まあ、今言ったもうちょっとなんかその開発環境的に、例えばなんかじゃあ普段、まあ、環境が全部できたとして、そこで普段こう開発サイクルを回すときにはこんな感じになるよみたいな。ああ、なんかちょっと動かしてみますか。うん、今やります？なんか、いや、あれなんか結構長くなってるね。期待発するってなんだけど。そういうのあとはビジュアルスタジオ上で試作コード書いて、うん、USB でピッと入るので、うん、まあ、通常のデスクトップアップでほんと変わらない感じで。そう、なんかそのあたりがね、ちょっと実演できたらいいかなっていう。どうまた次回だね。次回ね。うん、次回。いいんじゃないですか。うん、で今、まあ、アルファ版ではあるので、うん、ですけど、ちょっとやると大変だっていうところは、うん、その先ほどのフィズがやっぱりベースになっていて、うん、で今僕ですと、ディスカバリーでやってます、うん、多分他の方とかはディスカバリーか、うん、ネット D のか、もしくは、うん、ニュークレオかでやるかと思うんですけど、うん、IO のマップとかフェーズだと、なんかスイッチがデフォルトで2つついてて、うん、はい、このボタンを押しながら操作するとブートローダー上がりましたかっていうのがあって、ああ、でそういうのが、まあ、当然ディスカバリーとかついてないの で、うん、でその辺がちょっと苦労するところがあります。ああ、これでも、うん、ボタンこれじゃなくてってこと、こういうなんか2つボタンですね、ちょっと今ちらっと押したんですが、ちょっと見にくいかもしれないですね、2つボタンが、はい、ついてるんですよ、まあ、現状だとこのディスカバリーの中にその GHI のブートローダーっていうのを1回入れて、でブートローダーに対して、コンソールテラタームとかね、つないで、タニー CLR の OS を送り込んでやるとビジュアルスタジオとつながるとかステップ踏むんですけど、1回タニー CLR OS を入れちゃうと GHI のブートローダー立ち上がったらもう自動的にタニーシーラロイスが起動して、で第二シーラロイスをさ入れ替えたいときって、うんうん、ブートローダー上がったところで止めたいんですね、うんうん、はい、っていうのをどうやってやるかっていうのは結構分かんなくて悩んでますけど、どうやらそのフェーズの場合にはそのブートローダー書き換え用のスイッチっていうのがあって、それを立ち上げるとブートローダーのところで止まって入れ替えができます、うん、こいつは、うん、あれないなみたいなところで、でフェーズの回路図を探して、うん、でこれと対応でどこなのみたいなやんなきゃいけなくて、まあ、そういう苦労がございます。どうやるんですか、ジャンパーをはわすってこと。あ、そうですね、実際にはね、PA5 だったかな、うん、PA15 か、PA15 とグラウンドをやっと短絡しておいて、ね、うん、で逃げれる、はいはいはい、ジャンパーピンで飛ばすんですか。そうですね、そうです、うん、そうそう、なんかそういう細かいところでつまずきそうだよね、なんか分かんない人からすると。
そうですね。だからあくまで現時点はその、このディスカバリーでやろうと思うと、うん、ディスカバリー用っていうので綺麗すっきりセットアップできてるわけではないので、うん、そうか、あくまでもそうか、フェス用をディスカバリーで動かそうとしているので、その環境構築をしてやったぜ、もう動くぜ、あれ何この変なのっていうのは、いやもともと変なやり方してる理解してる。あ、なるほどね、うん、なんかやっぱりウォークスルーが欲しいかな。なんか次回やりますかね、またウォークスルー。あー、そうですね、こうパッケージから出してで繋いで感じでみたいなでビジュアルスタジオとあのブートの書き込みをこうやってみたいな。まあウォークスルーなんかやっとくと多分なんか最初にやろうかなと思った時に、あるいはフラッとね、秋葉の店でこれ見たから、あ、そういえばなんかやってたよなっていうので、フラッと買ってしまったみたいな人向けになんかそういうのがあるといいかなっていう気がします。入庫料でね、やれるといいかもしれないですね。あ、そうですね。はい、もうちょっと時間が経てば、先ほどの USB が、この USB 一つの方で、できるようになると思うんですけどね。予定は未定だけど、予定では次回ちょっとやるか、やるかもみたいな。次回までに皆さん、はい、購入しておいてください。いや、どれ買うか。まあね、うん、はい、GHI の、ページで、ラインナップがありましたね。GHI 自身のラインナップもありましたね。まあ、もしどうしても不安だっていう方は、なんかそれ買ってもらう方が早いかもしれないですね。G80、これね、ちょっと僕も正確に押さえてないんですよ。違うか。カミユースです。さっきありましたよね、やっぱ GHI のページになんか、ですね、このリストか。ポーティング見ると、そのフェーズ、これとか 38A とかってあるんですけど、うんうん、はい、これが一体そのじゃあフェーズシリーズのどれなんだとか、はい、怖いところは、ああそうなんですか、ちょっと追っかけてないですね、こっちは、まあまあちょっと、うん、やっぱり入手性がね、うん、そのね、あの秋葉原のほにゃらら、うん、でんね、まあちょっと具体的な名前はねあれだけど変えないとちょっとやっぱり、うん、分かりました。なんか買ってみようかな、うん、はい、キッドさんの場合はあれですね、ニュークレオで頑張ってポーティングしてマジっすかこれ置いてきましょうか。もう なんで買ったんですかまあまあそういうことで、うん、じゃあ第1回はね、このドットネットマイクロフレームワークが今どうなったのかで、あと新しくですね、そういう移植フォークして移植してる、そういうプロジェクトがありますっていうところで、まあ実際ハードと対応付けされてますみたいな話をしました。ということで、次回またお楽しみに。ではさよなら。